はい、どうも。というわけで続きやっていきまーす。これ3人ね。というわけで、ちょっと、まず一回本読んじゃいます。ここで、本読むとどうなるか、ちょっと一回、見てみますか。ここ気になるよね、一回。緑の夜。あれ?変わってる。どうしたの?ギャリー。いや、なんでもない。ええー、変わってるよ!マジか。10回セーブしよう。変わってた。じゃあ帰るか。あ、これ違う。あ、まばたきしたよ、今。心配。心配だに。まあでも普通に謎、あれ?ん?メアリーなんか落としたよ。え?あれ?このバラ。触らないで!メアリー、あんた何を持って返してよ。ちょ、あんた、触らないで私のバラ。ちょっと危ないってば。あ、ええー。メアリー、そっか、やっぱり。イブ、聞いて。私思い出したわ。メアリーの肖像画がゲルテの作品集になった。信じられないかもしれないけど、メアリーは人間じゃない。あの追いかけていた絵とかの同じ感じ、ゲルテの作品の一つなんだと思う。あまり普通に接してくるから気づかなかったけど、一緒にいると危険だわ。ここから離れましょう。このバラ本物に見えるけど。あ、ちょっとこれさ、だから、多分ね、緑の夜の説明、おお、あれすると、そうなっちゃうんだ。ちょ、わかった。一回やり直す。もう一回、ちょっとごめん。ちょ、秒でやり直してくる。ファイル読んだよね、ここから。なんで、まあ、このくだりも見たんだね。それはもうこの部屋入りたくねえわな。ちょ、これセーブどうするか。セーブ、新しくつけた方がいいか。ちょ、じゃあ一応銃に入れときますか。で、ここで、象牙落とすかどうかが鍵になってくる。あ、落としちゃった。落としちゃった。あ、変わんないんだ。このバラ。触らないで。メアリー、何持って返してよ。ちょ、ま、メアリー、私のバラが、ちょ、危ないっては。あ、こいつ弱いよな。メアリーは人間じゃない。ゲーテラの一つの作品だと。普通に置いていくけどね。バラくしゃくしゃにすればいいのに。あ、願い事言わなきゃ。お金欲しい。お金欲しいだけ言っといた。これ危ないよな。だからそれ危ないって。メアリーは助からないと。なんて残酷な運命なんだ。あや、桃の鍵は必ずおもちゃ箱にしまうっていうのがさ、この表現が本当に僕の中で引っかかるんだよね。だからどっかの分岐であるとは思うんだよね、桃の花を。あれするエンドが。で、猫こっちだ。普通に気づかなかった。で、鍵がプラスチックの鍵ね、はい。楽勝よ。普通に。まあいいや、ファイル11。結構開けると普通に開けていく。ここから見たらおもちゃ箱、さい銭箱にも見えるよね。ちなみに、はい、はい、落とされました。イベントあんま変化感じませんね。赤いバラが確かどこだっけ。どっかあったんだけどな、忘れちった俺も。チェック、ギャリー叩き起こすか。頭打ったね。イブ大丈夫だった？大丈夫。強かった。
バラねえよ。バラどこで拾ったっけ？確かここら辺だって気がするんだけど、記憶が曖昧なんでね。あれ鍵、何か隠してる。桃の鍵。なに、え、なに、私にプレゼント。あれなんか違う。うわー綺麗、くれるのありがとう。あれってまさか、いやーこの分岐あんの、メアリー。あら、イブにギャリー、探し物見つかった？それよりこれ見て、この子が綺麗くれたの。そのバラは、え、あー、これもしかしてイブの、どっかで見たこと。それイブに返して、どうしよう、イブに返してほしいの、返してほしい。てんてんてん、そうね、じゃあギャリーのバラと交換して。ギャリーのバラって青色だよね。赤も好きです、青はもっと好きなの。ほら、この子も青なの、可愛いでしょ。イブだってさっき可愛いって言ってたもんね。で、どうするの？交換する？う。何この選択肢？じっと見つめ返す。いや、ギャリー。やらなくていいよ。こんなの。断れるわけないじゃないか。やめて！おい。わかった。私のバラとイブのバラ交換してちょうだい。ええ。やったー。綺麗なバラ。はーはは。ほら、大事にしなさいよ。え、それ、ええ。まあでも、ありがとう。ありがとうだよね。ありがとう。ん？まあ気にしないでいいのよ。これでやっと借りが返せたわけだし。バラならほら、今からメアリー捕まえ取り返すこともできる。頑張りしょ、もう少しよ。こんな明るく振る舞う。ん？何？やだよ、こんな悲しい展開。ああ！でも、まあ、正直ダメージ受けてもいいんだ。これ、この HP ならダメージ全然受けていい。まあ、いいや。よし。ん？好き？嫌い？やばいんじゃない？それやばいよ。それされるとやばいよ。イブ、ちょっと。ちょっと。え、おい！最悪だわ、このエンド。何これ悪いんだけど、先行ってくんない？私、ごめん。なんと言ったらいいのか。嘘なんてつきたくないけど、本当のことも言いたくない。動けるようになったら追いかける、先に行って。人間のクズじゃん。嫌い。え、俺はあの、本当、おい、最悪。好き、嫌い。やった、これで私。ちょ、もう終わるわ。今日終わります。不快なんで終わります、普通に。